どうも皆さん、化石ホリダーです。どうして今になって掘り起こそうと思ったのか、その相方です。というわけで7年前に発売されたはずなのにまだまだ現役と噂の BF4 やっていこうと思います。うわ、懐かしいな。おい、なんやかんや初めてプレイした FPS だからね。今はこうして APEX もやってると考えると大事な礎になったゲームね。この時はまだ設定とかも立ち回りとかもわからずのペイペイなせいでキルレもひどいからな。今未来の FPS でキルレ 2.5 とか過去にイニット面弾飛び出るでしょうね。これでも中の下とかくらいだろうけど、まあ昔の私らなら驚くな。ちなみに久しぶりに再インストールしてからさすがに感度もある程度いじりました。 APEX じゃ細かい調整もしてないから割と適当にいじったけど、おおむねそれに近い感度だと思うぜ。今思えば初心者の私らにしては早すぎる感度だったわね。少し傾けただけですごい動くからな。こんなの上位層プレイヤーが設定するようなだわ。今回使う兵科は突撃兵で、パックと AED 持ってやってきます。衛星兵装備だな。武器は AR の S23 持ってきました。海外の動画でこの呼び方してたけど合ってるよね。あんまり気にすることでもないと思うが、ちなみに最初は感覚を思い出すために初期武器の AK 使ってました。そちらの入手が見たい人はこの動画の後かね、前かね、そちらを見てほしいぜ。それで出なかった時が怖いわよ。マップは海南リゾートだな。 DLC マップがあるサバはほとんどないのよね。ないわけじゃないけど、おっとここからはマップの邪魔になるからどいとくわね。あ、これ死んだ。完全に後出しだったのに。まあ勝ったんでよし。ここ誰も守ってないわね。でもさっきのとこずっとレーダーに映ってたけどな。これ屋上に敵行ったのかな。ここはさっきの入り口とその上にエレベーターがあって屋上に行けるもんな。エレベーターは大体ガンマチされるから行かなくていいかしらね。いないか。あそこ冒険チッチさんの動画で強いって言うから投げ込んだけど、それハードコア専用だぞ。そういえばそうだった。味方が置いてくれてた盲点がなかったら即死だった。はい、まだ終わってないですよ。こんだけ蘇生が早いのもこの時ならではだな。自作の注射も割と高性能な気がするけどね。この雰囲気懐かしいわー。上ももういなくなってる。向こうからめっちゃ集まってきてる。確かにこの武器強いわね。これにしてみた理由がキルすると突撃兵にこれ持ってる人が多いからっていうね。独断と偏見がすげー。でお客様お待ちください。ここは駐車場ではございません。あっち来てるわ。じゃあしね。アクセルとブレーキを間違えたのかな。おじいちゃんっていうか良さそうに見えて普通にチケット負けてるのよね。あっち側から来たってことはつまり向こうの自陣が取られてたわけだしな。まあまだ序盤だし大丈夫大丈夫。他は味方に任せて C 防衛に専念するわ。逃げ切りって単語も随分懐かしい言葉な気がするわ。基本的にAPEXはフルオート完全突破するもんだからな。あそこの味方起こせるかな。ダメだったわ。あっちょっちょっやりた。このゲーム制圧射撃効果とかあったな。影響を受けるとこのようにブレイテストがかかるんだったわね。内部的に精度とかは変わってないらしいわ。あ、マックそれはちょっと無理。あれは隙間がいやらしすぎる。こっち側敵陣だしあんまり前出るとすぐ死ぬわね。これこの上に敵いるっぽいわね。このゲームなぜかグレネード2位のタイミングで投げられないのよね。あとは任せて味方。そして衛星兵なんですよね私。はいオッケー。ちょっと出た間に取られるんだけど、いた。めっちゃ激怒だった。なんか右いる。犯人お前だったわ。チケット差がどんどん開いてくな。まあまあ、このゲームにはAPEXみたいにギスギスした空気もないし、そしてレーダーに来る敵が一人。そういやこのゲームサイレンサーないとレーダーに映るんだったな。私もサイレンサーないからそこを考慮した上で動かないとね。でもマップ以外からの奇襲もあるから、APEXの経験で培った索敵力でカバーしないとね。最初期は FPS ヘッドホンもつけずにプレイしてたけど、うむでやっぱり違うわね。昔は変なしがらみもなく適当にしてたからな。今になって BF でもヘッドホンのありがたみが身に染みてわかるわね。っていうかこれいるの屋上か。あ、ちょっと待て。あっくな、白身の二度に、で、音の話に戻るけど、さすがにバンバンうるさいとあれだけど、静かなところだと足音も聞き取れるようになってたわ。でもやっぱAPEXの音、こう考えるとデカすぎる気がするわね。銃声はよくやり玉に上げられてるよな。このゲームはもうね、32対32なわけだしうるさくない方がおかしいからね。これ階層でアイコンの透明度が変わるんだけど、さすがに多すぎてちょっとわからん。色々とぐっちゃになってるな。貫通しないんだけどここ。痛い痛い死ぬ死ぬ。なんとか言った。パックで回復。ここ激戦区だな。まあ BF の最重要拠点ってこんなもんだったわね。あ、届かねえ。ダメだ先にやらないと私が死ぬ。味方もようやく自陣付近の A と B を取りそうだな。
意外とこのゲーム長いわね。そういうゲームだしな。めっちゃそこ固まってるわね。ねえ、後ろの車邪魔で見えづらいんだけど。ねえ、逃がしてくれない。なんとかなってよかったわ。こういうビークルもいないと困ることあるしたしょうやな。ビークル使いたいけど、アンロック進んでなくて貧弱だし立ち回り知らないのよね。ビークル持ってる人は大体そこら辺のアンロック積んでる子さんが多いからな。今のシチュエーションじゃそこまでいきないとは思うけど、上から構成銃がバンバン RPG やら撃ちまくるからな。で、どこから入ってったお前、ここってシチュートワット坂みたいになるとこあったよな。そういえばそうだったわね。さすがにそこまで細かいとこ覚えてなかったわ。待って待って、リスイッチおかしい。どう見ろと、周り敵しかいねえ。ここまで来ると100の8分余裕で超えそうなんだけど。こう考えるとチケット800って多いわね。手軽さを求めるならこれの半分くらいがちょうどいい塩梅か。ドミネーションとか良さそうだけど、コンクエしかほとんど人がいないからね。チーベスはガチモサしかいないし、一部お前のわがままじゃねえか。こっち側が崩れた。このゲームのシステム、レボリューションだな。待って、すごいフェイスに。味方が後始末してくれたな。ありがとう味方。こういう時に起こしてくれるとやっぱ嬉しくなるよな。やっぱこの感じが楽しかったのよね。今のは完全にクソエイム。見なかったことしてちょうだい。わお、すごい瓦礫だな。逆サイドも同じように壊せるのよねここ。そしてまずい、長生きしてるせいか AR の弾薬がなくなってきた。でもとりあえず、これあと1キル取れるかってところね。下手くそ偏差でもうねえと。これならハンドガンでやるっけねえ。味方のキルになりましたとさ。もう頼みの綱はこいつだけね。二人いるけどいける。一人倒したけど何。まあこれで弾薬返ってくるな。残量だそうです。マジかよ。仕方ない、こうなったら敵を突撃してキル掴んでやるわ。もらった命を速攻で投げ打つスタイル。そこの公平を命もらい受ける。やったぜ、もう弾薬ないぞ。はい、終わり。もう1キルも武器じゃできん。こうなったらあとはナイフでやるしかねえ。味方に袋叩きにされるのが先だったな。突撃やったぜ、次はどうする。お、そこのやつ私に気づいてない。撃っても無意味だからな。撃たない、すなわちスポット以外ではバレないということ。それを逆手に取り合えて突撃。なんで外れたっても。なんで捨て頃で2キルしてるんですかね。私が一番聞きたいわ。もういいや、このまま突撃しよう。どっちに転んでも別にいいし。公平君混乱派というわけでしね。なんか妙にこのゲームの格闘光るな。そしてさすがに許されなかったわ。まあ蘇生順込みの命でも結構葬ったしいいだろうよ。まさかこんなうまくいくとは思わなかったわ。あの光ぶりの反省でエイペックスの格闘にもアシスト入れた説あるな。だからってマッパパンチができていいとは言ってない。というわけでただいま。そして突撃してる間にいつの間にか危険さ傾いてたわ。やっと危険も半分切ったな。もう正直あそこ以上の店がない気がするんだけど、裏行っても一人でめんどくさいしな。誰かこのゲーム付き合ってくれる人召喚するしかないわ。それなすぎて逆にこれ困惑するわ。このゲームはあんな感じに覗けるくらいの射精物で ADS をすると、あのように覗き込みながら撃てます。正直判定がシビアで使いどころさんが難しい。はぁ、完全な同期。味方すごいところいるな。ここ歩兵じゃ無理よね。よし、ついでにここ取っちゃいますか。今そこいたけど、気づかれてないわね。オッケー、排除完了。やばい、船来た。公平ならまだしもこの作品の突撃兵は何も手段ないからな。ここ取ったらまた死に戻りますかね。はい、取れた。すごいちまちま走ってるの見えるし、ここでスポットしまくるわ。でもエイペックスだともっと反応してくれそうなのに、このゲームなかなか反応しない。そう考えるとエイペックスのスポットすごい作られてんのがわかるな。ちなみにエイペックスと違ってスポットするとマップにアイコンがしばらく残ります。サービーは取ったから背中を取られる心配も減ってるし、残り物をしっかり買っておきますかね。まだまだ結構いるな。
うちのチームの司令官こんな場所に巡航ミサイル叩き落とした。二人に対して過剰なまでのオーバーキルすぎる。このゲーム司令官モードってのもありまして、采配一つで部隊に敵を表示する UAV 飛ばしたり、あんな感じに直接場所を指示してミサイル叩き落としたりできるわ。あれ、そこかい。そこに海水浴をしてるやつだ。もうあとチケット31、本当に終わり見えてきたな。はい、というわけで特にこれ以上の見せ場もなく試合終了勝ちました。試合時間大体25分くらいか。ランクリーグ後半とそこまで変わらないわね。これはまた今やってみると味方も動きもだいぶマシになってるから面白いわね。次回はまたいつ出すかはわからないけど、出る時はまあそういうことです。キルは42キル16です。復帰初日の戦果としては申し分ないわね。それじゃあ今回はここまで。普通に遊べるくらいに人はいるから、機会がある人はまた戻ってみてはどうかしら。 G ですとコンクエしかいないけどな。まあ仕方ないけど。それじゃあ最後までご視聴ありがとうございました。